七海ひろしさんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。七海さんも選手としても、はい、キャリアはすごく、代表にもワールドカップも出てますし、はい、監督としてもやられてるんですが、今回七海さんと、まあ、昔の代表を知ってるので、はい、今の日本代表と、うん、昔の代表何が違うのかと、うん、それはまあチーム単位だったり個人単位だったりそういう、はい、ところを聞いていきたいんですけど、はい、昔の代表ってどうっていうのはちょっと難しいんですけど、今の代表と比べるとどう思いますか？はい、僕ら世代が入った時は、はい、その代表チームっていうのが暗黒時代からやっとこうなんていうかな、少しずつ光が当たり出した頃、はいはいはい、まあ、それはドーハの悲劇で、その前のアジアカップ優勝とか、はい、ダイナスティで、韓国に勝つとか、うん、そういうものを経験した中で、日本のアジアの中で そのサッカーチームとしての位置づけが徐々にこう序列が上がってきてて、はい、っていう時で、だけど確実にワールドカップ出場権を取れるような、うん、そこまでの国ではないっていう感じで、でそれをまあ大学卒業してすぐ1年目の時に、はい、柱谷哲さんとか、はい、まあ、井原さんとか、はい、まあ、ああいうもう何十試合もね、はい、国際マッチを経験している方々が我々若手にその代表チームのこう責任とか誇りっていうのをレクチャーしていくという、うん、はいはい、でそういうこうなお金には代え難い、うん、そういう立ち位置にあったなと思いますけどね。で今のこの代表を見てどう思います、うん、まああの漠然とチーム自体を見るんだったら、それはもうヨーロッパで活躍している、うん、もしくはヨーロッパのビッグクラブを経験している、うん、選手たちがもう何人もいるし、まあ、そういったこう揉まれている土壌が我々がその代表チームにいた頃とはもう違う土壌になっているし、で情報交換という意味ではうちの国はこうだよとか、うん、俺のチームはこうだよとかっていうことを交換しながら、また次への、ね、ステップアップとか、うん、そういうものを目論んでる選手もいるだろうし、うん、そういう野心の塊であってほしい、このピラミッドの頂点だから、はいはい、まあ、そういう構図は出来上がってんじゃないかなと、うん、まあ苦言もあるよそれは、はい、何個かあるよ、はいはい、それちなみに何ですか苦言？いや俺はね、はい、本当さっき言った暗黒時代の経験した人たちの、はい、その声っていうのをすごい聞かされながら、はい、代表選手として育ってきたつもりでいるんで、はい、でそれを自分がまあ年長者になった時に下の選手たちにこう伝えたつもりでいるん で、はいはい、でそういうサイクルってやっぱ常にこう出来上がってなきゃいけないであろう、うん、トップカテゴリーなわけですよ、はいはい、でそれがちょっと薄れてんじゃないかなっていうね。で僕がちょっと代表引退して、はい、まあ、選手も引退した頃に松井大輔にインタビューとか、はい、であと 1,2 年前に原口元気のインタビューを読んだ時とか、はい、で彼らが過去の選手たちのそういう思いを自分たちは組みながら、うん、はい、そういうものを感じながら代表選手はプレーしていかなきゃいけないんだって言ってくれてたんだよ、はいはい、でそれこそが我々が伝えてきたものだし、うん、伝えられてきたものだし、はい、そういった思いを A 代表っていうのは必ず背負っていかなきゃいけない、はい、だからこの夏のこのチャンネルで言うのもなんだけど、いやいやいや、もう全然もうサイドビジネスとか、はい、お金の話なんかもう3の次4の次なわけですよ、はいはいはい、まず日本のサッカーを強くしていく、うん、日本のサッカーの新しい歴史を作っていくってことに、うん、特化した会話をしてほしいし、ね、はい、特化したステップアップをしてほしいし、はい、もちろん野心の中では個っていうものも大事だから、はい、サッカー選手は、まあ、皆さんもうご存知の通り商品なわけですよ、うん、その商品価値を上げる場っていうのが国際マッチかもしれないのは、はい、もう重々分かってるんで、うん、それはいいんだけど、それこう以上になっちゃってんだね、その必要のないものが、はいはい、だそれがね今のね代表チームの組織としてすごい良くないなっていう、うん、誰かストッパーがいなきゃダメだなっていうね。あ、当時でいうその七海さんとか、はい、まあ、井原さんとかだったんですけど、その代表の重みでみたいな、うん、国としてのその誇りみたいなのを、うん、多分先輩が多分伝えてったじゃないですか、はい、多分で今のその立ち位置的には現代表の選手で誰とかが担ってほしいみたいなのはありますか？今だったら吉田麻也とか、もちろん長友とかが、うん、まあ、川島も選ばれてるし、うん、まあ、あの辺はね特にね、うん、そういうものを考えながらやってほしいなと思うんだけど、うん、伝えてますよって多分本人たちはね、はい、言うと思うんだけど、うん、
俺はちょっと足りないんじゃないかなっていうね。 どういう、まあ、わかんないですけど、その否定的な感じじゃなくて、どういうもので感じたりします、そういうもの。なんか言葉、いやいやいや、言葉なのか。それはもうここじゃ言えない、こう裏話で聞くから。なるほど。あ、そういうことですね。そういうこと、そういうこと。本音の部分を、そういうことですよ。あ、そういうことですね。はいはいはい。あの、僕にはね、はい、全国、はい、もしくは世界中に、はい、工作員がたくさんいる。工作員から情報が情報がもうダダ漏れなんですよ。 あのワールドカップロシア大会のあの期間中に、はい、ある選手があることで悩んでる、はい、それはオンザピッチの話じゃない、ビジネスの話だっていう話が聞こえてきたりね。ああ、そういうことですね。そんなことを本大会中にやってるんじゃないと、うん、こっちに言いましたら、うん、はいはい、ね、俺たちは初出場したけど3連敗、成績的にはもうとんでもない叩かれ方をした結果だったけど、後こうステップアップしてきて、うん、そのための3連敗だったなって後輩たちがね、うん、思ってくれれば、もうそれだけでも十分っていう経験をね、うん、させてもらったんだけど、それがこうちゃんとこうチームとして、成績もちろんだけど、うん、イズムとしてね、うん、繋がってんのかなっていうのが、どっかでその鎖がね、うん、なんか切れちゃったのか、切れかかってんのか、うん、っていうのはね、一 OB として、うん、残念だなって思いますね。じゃあ今の代表の強みというか、いいところって、はい、どういうところだと思いますか。まあ、攻撃陣の特に個性、はい、まあ、そこをその個のぶつ切りじゃなくて、はい、個性同士がうまくこう、ね、連動してるんで、うん、まあ、そこは素晴らしいと思うし、うん、そういう、こうポジションポジションごとの、もちろんサイドバックとかボランチとか、はい、攻撃にこう加担するであろう選手含めて、うん、この連続性が生まれてるのはしっかりとしたコミュニケーションが取れてる、うん、ところだと思うんで、まあ、今の特に中島翔也とか、はい、南野とか、はい、堂安とか、うん、オーラが、うん、サッカー大好きオーラが出てて、出てますね、ね、はい、ちょっと前だと久保とかね、うん、あの今メジャーリーグかなんかにいるのかな、はい、久保とか、まあ、あの辺もそうだし、今で言ったらマジョルカのもちろんね、はい、久保もそうだし、はい、そういうこうサッカー大好きオーラが出てる、うん、それがもうファーストチョイスっていう選手がね、うん、たくさんこうピッチに立ったり、うん、立とうとしてるんで、そこはすごい空気的にはいいなと、うん、で森保さんがそれをね、まあ、発想自由なのも含めて、はい、うまくこう規律とそれからコミュニケーションでスタッフと選手っていうものもいいつながりを持ってやってると思うんでね、うん、結果こそ出ない時期があったり、うん、まあ、今特にオリンピック代表はテストマッチでね、うん、ちょっとボロボロの結果出ちゃってて、うん、残念なところもあるって書いてるところもありますけど、はい、まあまあそれはまだベストメンバー集まってないとか、うん、メンバー固まってないとかっていうのもあると思うんで、ナナミさんから見て、その過去の日本代表から今の日本代表はもうトータル的にでいいんで、トータル的にこう進化してるというか成長してると思いますか。いや、成長してるでしょ、うん、それはもう間違いなく。でもチームとしても、うん、まあ、比較対象のスタートが例えばドーハ、はい、なぜならあそこは J リーグの初期だから、うんうん、って考えたらもう間違いなく飛躍的に伸びてると思うし、うん、まあ、ヨーロッパでプレーしてるその選手の人数、うん、メガクラブで所属してる選手とかもいるし、まあ、そういうこうこの商品価値がね上がったイコール日本のレベルが上がったっていう、うん、ここはあの公式で紐付けていいと思うんで、うん、まあ、その辺はいいと思いますよ、うん、五輪世代のさっきちょっとお話も出たんですけど、はい、五輪世代のチームはどう見てますか、うん、まあ、A 代表が4バックでやってることが主流 で、はい、でオリンピックが3バックが主流みたいになってて、まあ、あの意図をね森保さん聞いたことないんで、はい、分かんないけど森保さんなりのイメージがあると思うし、うん、まあ、あの3バックがサンフレッチェ時代は、うん、特に塩谷がものすごい攻撃参加して、はい、どん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 右サイドね、うん、外もそうだし、はい、カットインしながらも、うん、人数かけて剥がしにいってるような形だったんだけど、まあ、それが今オリンピック代表ではまだ見れない。あ、はい、だからまだ守備が第一でやってるのかなと。もっと言えばテストマッチの失点も増えてるんで、うん、そういう守備の構築を重要視して、うん、チーム作りメンバーチョイスしてるのかなとは思いますけど、うん、まあ、競争意識の中では、まあ、言葉よく言えば、うん、非常にハイレベルで、はい、同じようなレベルがみんな並んでるよ、はい、悪く言えばどんぐりの性格で、僕誰選んでも一緒じゃねえかみたいな感じになってると思うんで、この期待する選手、オリンピック五輪世代の中で、はい、こいつらにこう頑張ってほしいっていう意味も含めて何か言いますか、何か。まあ俺昨年までジュビロの監督やってたんで、はい、まあ、小川航基はね、
間違いなく選ばれてほしいし、あのタイプのストライカーがあの世代でいない、サイズもあって、まあ、シュートバリエーションも豊富だっていうのはね、いないし、でその前のアンダー19のカテゴリーの時から彼はもう主力でやってきてるんで、まあ、気心知れた選手も多いだろうし、彼にやっぱ本大会で活躍する姿がね一番見てみたいなと思いますけどね。田中さん的にオーバーエイジは必要だと思いますか？それは必要でしょ。何枠とかあります？さすがさ、あの時の、アテネか、はいはい、あの時のオーバーエイジ新次さんと小野新次さんと曽我篤さん、曽我か、はい、もう一人選ばれなかったんだな結局、はい、高須さんかなんかだからそれヨーロッパ組でクラブの NG とか出たり、はい、まあ、中田秀だったかもしれないし、はい、でどうだったの？いた時は僕ですか？いた時は緊張しちゃいました。逆にまあそれはあるか、はい、キャリアがすごすぎて、うん、海外でやってなかったんで、うん、もうその当時海外行くっていうのが特別だったじゃないですか、うん、 そうだね、それで価値を見出した選手だったんで、うん、なんかちょっと恐れ多いみたい なんか感じになっちゃって、うん、僕的には変に緊張度が増しちゃったっていうか、うん、いうのはありますけど、まあ、技術的な部分だって引っ張ってくれる部分は、うん、もうそれはすごいのは分かってるんですけど、でもいくつだっけ今？今38だろ、はい、新庄が41の年か、41の年です、はい、3つぐらいしか変わんないんだ、はい、大して変わらんやろ。まあ変わんなかったっ。逆にアンダー23の夏が一番上だった、はい、そうです、一番上の一番下何歳だったの？一番下が平山壮太だったんで、壮太何歳だったの？その当時は3つです、はい、3つじゃん。まあそうなんですけど、じゃあ壮太は夏に緊張してたか、多分してないよ。してないですね、うん、あいつそういう子じゃないから、はい、いやでももうなんかだってワールドカップまで出てたじゃないですか、小野伸二さん18歳から、うん、もう場数が違いすぎ、まあまあそれを言っちゃうと始まんないですけど、場数が違いすぎるっていう感じはあったんですけど、誰かいます？オーバーエイジこいつは必要みたいな。まあ柴崎岳が、はい、多分まあ俺的にっていうかポイツさんが多分、はい、すげえ考えてそうな、はい、うん、あそこのボランチの中心選手、うん、で攻守のつなぎ役って意味で、うん、じゃないかなと思うんだけどね、うん、あとはどうだろう、3バックはサイズもあって、はいはい、献身的な子たちがいっぱいいるんで、あと前かな、久保と組むであろう、うん、久保があの呼べればね、はい、中島翔也なのか南野なのかじゃないかな、うん、見てて足りない部分っていうか、こういうのを変えた方がいいんじゃないかなっていう、そういうのはありますか？いやもう気持ちじゃない、あ、アジア予選見て、あ、日本は予選突破できなくても、うん、本大会出れますよ、うん、だからテストマッチもしくはコンディション作りみたいな、年末シーズン終わって年明けすぐの大会だったから、うん、まあオフがいいよっていう選手もいたかもしれないし、はい、だから先行っていう意味合いよりも、うん、なんかもう練習試合みたいな空気を出してたんじゃないかなって、テレビのね、うん、あの画面通しても気持ち入ってないなっていう感じは伝わったんで、うん、なんか昔の代表の選手たちってもう気持ちの塊みたいな人ばっかだったじゃないですか、うんうん、どういうところでそういうのって伝わってきました？そのいやいや、そんな軽い肉離れぐらいだったら普通に練習やってたから。あ、そうなんですね。みんな、うん、だから休めないよ若いやつら。ああ。で、なんかグラウンドが練習午前中で使えないから、はい、ホテルの周りの公園まで走るぞなんて言って、国内でも海外でも、はいはい、そういう時間の取り方したのね、トレーニングで、はいはいはい、だけどカズさんとか、うん、あのテスさんとかが先頭で走ってったら、はい、俺たちさ抜けないから、そんなの力をね、力を抜けないから、はい、もう行くしかないから、はい、もう必死こいて走らなきゃいけなくて、うん、いつも俺とか森島はもうペーペーだったから、はい、もう先輩方についていくので必死そうなんすね。あの人たちは本当すごかったね。うん、びっくりすることがたくさんあった。あ、そうなんですね。うん、あの哲さんが鴨さんに向かって、はい、練習投げんだよとかって言ってたりね。そうなんですね。でね、これカズさんに一回言ったことあるんだけど、はい、御殿場の時の住処で、はい、初めてキャンプやった時に、はい、大浴場、はい、行ったことあるでしょ？カレンさん。大浴場行って、はい、普通にみんな選手入ってたら岡田さんが入ってきて。はい、お母さんがこう回ってるじゃん、はいはい、そしたらカズさんが、お母さんそんでコーチだったんだけど、はい、カズさんがお母さんの頭ポンって蹴ってメガネストーンって浴槽に入るおい誰だみたいな本当ですか？そんなことがあったりさ、うん、もうね、ちょっと考えられないですね。いや、もう本当何でもありだったからね。あ、もう衝撃ですよ。衝撃ですね。もっと言ったら、はい、当時も必ず2人目だったから、はい、で俺代表デビュー、はい、2人目は緊張するなと思いながら1時間前にホテル入りました、はい、ホテルリスト見たら七海ひろしの横に三浦和義だったよ、はい、
やーべえと思うじゃん。でもゾワでこうずっと待ってたらガチャンって入ってきて、はい、おー田辺よろしくなーって拍手してさ、はい、で俺自分の金で自分の部屋取るからお前ここ一人で使えってマジっすかそんなのいいのみたいな。そうなんですね。すごいよ、カッサマだった。あ、そうなんですね。あの僕あの個人的にはですね、ヒデさんってどういう感じだったんですか。ヒデはね、ちょっと勘違いされることがねすごい多いんだけど、はい、もうサッカー大好き少年、あいつこそまさに、うん、で代表デビューしたのは国立でやったテストマッチの日韓戦だったんだけど、はい、まあ、韓国に対する思いっていうのがね、我々もちろんだけど、はい、我々の上の世代の人たちもみんなすごくて、例えば50回くらい試合して、はい、多分35敗8勝とかなのよ、はい、多分、はい、7分けぐらいかだから、はい、だからそれぐらいの成績の差ぐらいだったのね当時、はいはい、で我々ぐらいからやっと合格になってきて、はい、まあ今やっとそういう合格がね、うん、続いてるような感じにつながってるんだけど、はい、その韓国戦に対しても全然もうひるむことなく、はい、で彼はアトランタオリンピックもそうだけど、はい、アンダー17のね、はい、日本で行われたワールドカップ、うん、まあ当時ワールドジュニアユースって言ったのかな、はい、でその次のアンダー19のワールドカップ、うん、もう全部アジア予選突破してるわけじゃん、はい、アトランタオリンピックも、はい、俺全カテゴリー代表入ってたけど、はい、1回も突破したことないから、あ、はい、でも尊敬でしかない。あ、でそんな彼が20歳ぐらいでポンって代表入ってきて、うん、もうおいやらとか飽きたとか、うん、もうみんな呼び捨てて、もう10個ぐらい離れて、もう全然関係ない、ね、うん、もっとこうしろああしろよって、うん、でそれがもうドストライクなわけよみんな、うん、あ確かにその方がいいよね、うん、だからヒデが一番気持ちよくサッカーやってたのは、うん、若い時に包容力のある先輩方が全てを受け入れてくれて、はい、でお前じゃあ自由にやっていいからその代わりお前責任持てよっていうような、うん、そういう立ち位置に自らも、うん、それからまあ他からも、うん、そういう見られながらプレーした時は一番気持ちよくプレーしてて、うん、逆にドイツの時は、うん、もうヒデお前頼むなみたいな感じで、うん、まあ、ジーコがなんていうかな腫れ物っていうかさ、うん、はい、そういう感じにしちゃったから、うん、ちょっと立ち位置としてはねかわいそうだったんだけど、うん、で俺取材でさドイツに行かせてもらってまだ俺現役だったんだけど、はい、まあ休みだったから行かせてもらって、はい、で練習見に行ったのね、うん、でヒデがロッカーから帰ってきてちょうどすれ違って、まあ、頑張れよって言ったら、うん、俺もう辞めるわって一言言って、はい、それで去って言ったの、いやお前そんなこと言うなよなんて俺中の記者と背中押しながら、はいはい、ところが俺その時辞めるわは、あ代表チームを引退するんだと思ってた、はい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 、この大会を最後、はい、まあヒデらしいなと思ったけど、うん、まさか現役引退すると思ってなかったんですよ、はいはい、そうですよね、あの辞めるわね現役、まあ後にジーコと俺らにしか言ってなかったらしいんだけど、うん、あそうなんですね、辞、うん、めちゃってね、うん、まさか俺より早く辞めるなんてっていう感じだったんだけど、うん、あ俺すごいサッカー小僧よ本当に、うんうん、まあ、最後ちょっとまとめると、はい、そのなんか気持ち的な部分っていうのは、まあ、当時そういうカズさんだったり、うん、まあ、まあ、ムナレさんもそうなんですけどヒデさんとかやっぱそういう気持ちの部分で引っ張ってきた人たちがいて、うん、そういうものを今の選手 もうより一層表してほしいというか、うんうんうん、まあ、そういう部分は期待を込めてはありますよね。そうだね、うん、特に A 代表の選手は、まあ、オリンピック代表もそうかもしれないけど、はい、内容より結果を求められることが 99% だから、うん、で内容は自分たちでね、うん、さっきから言ってるコミュニケーションで消化すればよくて、はい、世論は結果を求めてるから、うんうん、その結果に特化したチーム作りを、うん、まあ、自分たちがやってるよと、うん、そういう姿をピッチの上で見せてるよと、うん、そういうものがないとね、うん、ちょっとこっちは物足んないかなっていう感じですね。いや代表経験ないんでもう本当貴重な話、一緒だよオリンピックの代表もそんな変わらない、まあまあ本当に貴重な話ありがとうございます。いいえ